はい、こんにちは、116ウィンズです。先週のワイルドカードシリーズ、パドレスがカージナルスを下して1998年以来のシリーズ突破を決めましたよね。ただシリーズ全体で見ると第1戦はカージナルスが勝利しましたし、また第2戦も試合中盤までカージナルス優勢という展開でしたので、正直パドレスここで敗退しちゃうのかなと思ったんですが、ただパドレス打線がそこから一発攻勢を仕掛けて第2戦逆転勝利、その勢いのまま第3戦も勝利して逆転でのディビジョンシリーズ進出となりました。なのでパドレスとしては第2戦の逆転勝利、非常に大きな勝利となったわけですが、その試合の流れを変えた、シリーズの流れを変えたとも言ってもいいぐらいの一発を放ったのがこちらのフェルナンド・タティス・ジュニアですよね。第2戦4点ビハインドの6回裏に追撃のスリーランホームランを放って追い上げムードを作ると、直後にマニー・マチャドに同点ホームランが飛び出してパドレス同点に追いつくことができましたよね。タティス・ジュニアその後7回にもツーランホームランを放って、この試合2ホーマー5打点の大活躍、その後自身のエラーをきっかけに2点失うことにはなったんですが、タティス・ジュニアの活躍でパドレスが第2戦を制することができたんじゃないのかなと思っています。セイバーメトリックスにはチームの勝利にどれだけ寄与したかを表す WPA という指標があるんですが、6回裏に放ったタティス・ジュニアのホームランはたった一振りでチームの勝利期待値を 22.1% も押し上げたんですね。勝利期待値をグラフに表すと非常にわかりやすくて、試合中盤までずっとカージナルスペースで進んでいたものが WPA プラス 22.1% と書かれたところの下にタティス・ジュニアホームランと書いてあるところありますが、ここでタティス・ジュニアにホームランが飛び出して、ここから勝利期待値は一気にパドレス側に寄っていったことがグラフからも見て取れますよね。このプレイオフ、そしてレギュラーシーズンでの活躍は、タティス・ジュニアを一気に MLB のスター選手へと押し上げた印象がありますね。タティス・ジュニア16歳の時にホワイトソックスと契約して、その後パドレスへとトレードされて今があるわけですけれども、今シーズンはほぼフル出場に近い59試合に出場して、17ホームラン、OPS も9割3分7厘と、とても21歳のショートとは思えないぐらい活躍を見せましたよね。またタティス・ジュニアは結構不分率を破るようなプレー、派手なバットフリップですとか、それから大量点差の3ボールノーストライクからグランドスラムを打ったりと、これまで MLB では慣習的に NG とされてきたことも割とやる印象のある選手ですね。もちろんそういった行為がちょっと調子乗ってるんじゃないかと批判するような人も中にはいるわけですが、タティス・ジュニアは間違いなくスター性のある選手、プレーにも非常に花がある選手ですので、いい意味でも新しい世代の選手が登場したことで新しい野球ファンを呼び込むような存在になってくれるんじゃないかと個人的には期待しています。 MLB 公式も最近はタティス・ジュニアをどんどんプロモートしている印象がありますので、リーグとしてもかなりタティス・ジュニアの存在は気に入っているようですし、今後タティス・ジュニア、そしてパドレスを押していって新しいファンをどんどん獲得しようという意図は非常に感じますね。それだけ人を引きつける力をタティス・ジュニアはすでに持っているとも言えるかもしれませんね。そんな MLB の看板選手にこれからなるであろうタティス・ジュニアですが、実は今カージナルスでプレーしていた可能性もあったんですね。ということはカージナルス側からすれば、今回のワイルドカードシリーズ、もしかしたら自分たちが契約していたかもしれない選手にやられてしまったということになるんですね。これどういうことなのか次から見ていきたいなと思います。タティス・ジュニアの父親フェルナンド・タティスは実は元メジャーリーガーでして、11年間メジャーでプレーした経験もある選手なんですが、98年の途中から2000年までカージナルスでプレーした経験もあるんですね。特に1999年はタティスにとってもキャリアで最高の1年となりまして、この年149試合に出場して打率2割9分8厘 OPS 9割5分7厘そして34本のホームランを放つなど、カージナルスのサードのレギュラーとして活躍したんですね。タティスは1イニング2本の満塁ホームランという MLB で唯一の記録も持っている選手ですが、それもこの99年に記録しています。なのでタティス一家とカージナルスはもともと結びつき自体はあるんですね。でそういったコネクションもあったことから、カージナルスはタティスの息子タティスジュニアにも注目はしていたんですね。契約が解禁される16歳、2015年の時にタティスジュニア MLB.com がランク付けする国際 FA のプロスペクトランキングで30位にも入っていた選手なんですね。当時のスカウティングレポートも読んでみましたが、もちろん16歳ということもあって、まだまだ荒削り、成長が必要な部分は多いとされながらも、スイングの良さやまた肩の強さが非常に評価されていましたね。でそんなタティスジュニアは実は19回カージナルスのトライアウトに参加していましたので、カージナルススカウト陣もタティスジュニアのことはよく見てはいたんですね。ただカージナルスとしてはそこまでタティスジュニアを気に入らなかったのか、オファーは一応出したようなんですが、そこまで本気のオファーではなかったらしく、結局カージナルスが出したオファーよりもホワイトソックスが出したオファーが上回ったため、タティスジュニアはホワイトソックスと契約したんですね。
契約金は$70万、日本円に直すと大体7000万円、8000万円程度ですから、まあ、ものすごい高いわけでもない金額でホワイトソックスと契約したんですね。でカージナルスが契約しなかったことについては、父フェルナンド・タティスは非常に落胆したと後にコメントを出していましたね。でタティスジュニアと契約しなかったカージナルスは、国際 FA で別のショートと$60万、タティスジュニアがホワイトソックスから得た$70万をたった$10万下回る金額で別のショートと契約しまして、残念ながらこのショートの選手はマイナーで目立った活躍は残せず、昨年カージナルスからリリースされるという結果となってしまいました。タティスジュニアは今回のプレーオフが始まる直前、カージナルスとの試合が始まる前のインタビューで、何度もカージナルスにスカウトされたことや、父親がカージナルスでプレーしていたという背景も踏まえて、カージナルスは僕の心の中にあると答えるぐらいにはカージナルスに愛着のある選手のようですので、もしカージナルスがその別のショートと契約する際に使った$60万にあと$10万を加えることができたら、もしかしたらタティスジュニアはホワイトソックスではなくカージナルスと契約していたかもしれませんね。今となってはカージナルスとしてはとんでもない大きな魚を逃してしまったと悔やむばかりでしょうね。まあ幸いカージナルスはそこまでショートに困っていないという点が救いでしょうね。タティスジュニアがプロ入りした2015年当時はジョニー・ペラルタが在籍していましたし、翌2016年はアレドミス・ディアスが非常に活躍したのが印象的ですね。そして2017年以降は現在のレギュラーでもあるポール・デ・ヨングが守備面そして攻撃面でも活躍していますので、タティスジュニアがいないからといって何か困っているということはないんですね。ただ毎年プレイオフに行けるだけのチームを作り上げるカージナルスに、もしこのタティスジュニアがいたら本当にどうなっていたんでしょうね。それこそ今年のワイルドカードシリーズ、パドレスとカージナルスは全く正反対の立場になっていたでしょうし、その中でタティスジュニアはデヨングを押しのけてショートのレギュラーになっていたのか、はたまた、まあタティスジュニアまだまだ守備には課題のある選手ですので、デヨングをショートに残しつつサードにコンバートして強力な三遊間を形成したのか、もういろいろなことが想像できますし、今の時点でも強いチームであるカージナルスが本当にさらに強くなるイメージしか湧かなかったですね。まあもちろんホワイトソックスがそうしたように、カージナルスもこのタティスジュニアをトレードしてしまうという可能性も十分あり得るでしょうし、またパドレスに来たからこそ今のタティスジュニアがあるとも考えられますので、結局どうなったかはもちろんわからないわけですが、こういったあったかもしれない未来の話っていうのは個人的には非常にワクワクするものがありますね。今後数年間パドレスはタティスジュニアを中心にリーグの中でも非常に強いチームとなってくると思いますが、様々な巡り合わせからパドレスに来たタティスジュニアがどんな活躍を見せるのか、そしてタティスジュニアを逃してしまいましたが、毎年のように新しい若手選手が活躍するカージナルスがタティスジュニアに代わる存在を見つけてくるのかというところも注目して見ていきたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。